麻布十番駅は、東京都港区麻布十番にある、東京地下鉄、東京都交通局の駅である。東京メトロの南北線と、都営地下鉄の大江戸線が乗り入れ、接続駅となっている。駅番号は、南北線が N04、大江戸線が E22 である。両線の駅は、地下でつながっているが、改札は別であり、一旦改札外に出て、乗り換えとなる。島式ホーム一面二線を有する地下駅である。改札口は地下1階、ホームは地下3階にある。歌唱時の駅名は歌唱通り決定した都営地下鉄とは異なり、麻布駅であった。乗り場白金高輪寄りの A 線、B 線間に1編成のみ収容かつ両線から入線可能な留置線があり、朝ラッシュの折り返しや夜間の留置に使用されている。2006年9月25日のダイヤ改正より、平日朝ラッシュ時に1往復設定されている、浦和美園からの当駅終着列車が折り返しのために使用している。通常南北線列車の折り返しに使用している、白金高輪駅構内、白金台寄りの引き上げ線は、この時間帯はすべて都営三田線の列車が使用しており空きがなく、折り返すことができないからである。また、埼玉スタジアム2002でサッカーの試合が開催される際に運転される当駅始発終着の臨時列車を市ヶ谷方面の留置線や車両基地に出入りするための折り返し用及び本来目黒で停泊している東急車の1本が大晦日から元旦の南北線での終夜運転実施時には同駅でそれができないことから臨時に留置する場所としても使われる。発車メロディ開業時から吉村洋作曲の発車メロディを使用していたが、2015年3月11日にスイッチ制作のメロディに変更されている。曲は1番線がミントベル、2番線がカリンのみである。駅改札周辺設備売店は改札外に1店舗ある。待合室はないが、改札を入り右側に駅事務室があり、その入り口にふれあいコーナーと称する多目的スペースが設置されていた。トイレは改札を入り左側にある。改札外には新生銀行の ATM が設置されている。エレベーターは地上地下1階間の改札外に2基、地下1階地下3階間の改札内に1基設置されている。エスカレーターは改札外が地上各出口地下1階間に、改札内が地下1階地下3階間に4基設置されている。自動券売機の隣にコインロッカーが設置されている。島式ホーム一面2線を有する地下駅である。改札は地下4階、ホームは地下6階にある。乗り場駅改札周辺設備売店は改札外に1店舗ある。待合室はない。トイレは改札外にある。エレベーターは地上地下1階間と、地下1階地下4階間の改札外、地下4階地下6階間の改札内に各1基設置されている。エスカレーターは改札外が地上各出口地下4階間に、改札内が地下4階地下6階間、地下4階地下5階間、地下5階地下6階間に設置されている。7番出入り口の反対側に地下駐車場を経由して地上に出ることが可能な通路が設置されている。災害時に備え、食料品や毛布などを保管する非常用備蓄倉庫が設置されている。開業以来の1日平均乗降人員は下表の通り。開業以来の1日平均乗車人員は下表の通り。最寄りの停留所は環状3号線と都道415号線の交差点と3から5番出入り口付近にある麻布十番駅、7番出入り口付近にある麻布十番。麻布十番公共駐車場前、1番出入り口付近にある麻布十番2丁目である。以下の路線が乗り入れ、東京都交通局と富士エクスプレスにより運行されている。注釈出典。ありがとうございます。